ねえ、大丈夫？大丈夫。かっこ悪いところ見られちゃったな。しょうがないわよ。あなたが避けなきゃ子猫が危なかったもの。ごめんなさい。いや、大丈夫。血が止まるまで抑えていた方がいいわ。だけど自分の体も気をつけてね。あなただって怪我したら心配する人がいるでしょ。それじゃ。ハンカチ。お、たくみ、ちょっとこっちへ来なさい。なんだよ、親父。俺は疲れて。今日から我が家で暮らすことになった白川沙織くんとゆいくんだ。仲良くするんだぞ、たくみ。白川ゆいです。よろしくお願いします。お兄さん。あ、こちらこそ。どうだ、たくみ。お隣のみずきちゃん、さつきちゃんに劣らぬ可愛い子ちゃんだろう。そういう問題じゃなくて、一緒に暮らすってどういう。お前に美人の姉と可愛い妹ができたってことだ。な。とは言っても、彼女たちの希望で当分養子にはしないが。私たちは一生、あなたの家族になるつもりはありません。あなたとも仲良くするつもりありませんから。私はお兄さんができて嬉しいです。ゆい。はい。それじゃおやすみなさい。たくみ、もう朝よ、起きなさい。たくみ。ほら、さっさと支度する。そうだ、ミネ、昨日からさ、うちに新しい女の子が。知ってるわよ、さっき会ったもの。え、もう？たくみが起きるのが遅いのよ。はい、着替え。ありがとう。早く着替えてご飯食べなさい。はーい。かわいい女の子が二人のたくみと一つ屋根の下なんて。ねえ、たくみ！ん？ちょっと、いなくなった。相変わらずだな。大丈夫？お姉ちゃん、お待たせ。おはようございます。おはよう。お姉ちゃん、待って。あなたの家族になるつもりはありません。仲良くするつもりありませんから。やっぱ。さつきちゃん、おはよう。何すんだよ、さつき。何ってただの挨拶じゃん。それともチューの方が良かった？良くない。どうして？ミーネーとは毎朝してるんでしょ？おはようのチューしてない。でもタクちゃんが気づいてないだけで、寝てる間に奪われちゃってるかもよ。ちょ、ミーネーに限ってそんなことはない。信用されるってのもよしあしだね。長いことお姉さんやりすぎなんだよ、ミーネーは。信じて何が悪い。俺はミーネーのことを本当の兄弟みたく思ってるんだからな。ミーネーかわいそう。なんでだよ。それは私の口からは言えねえっす。ところで、タクちゃんと同棲を始めたっていう美人姉妹は？同棲言うな。沙織さんたちは先に言ったよ。俺とは一緒に登校したくないんだろ。なんで？さあね、俺が聞きたいよ。エロいことでもして嫌われたんじゃないの？そんなことしません。そうは言ってもタクちゃんもお年頃ですからね。
曲がりなりにも自分の家族にはそんなことはしない。なんか訳ありっぽいけど。へいへい、そういうことにしときましょう。それじゃね、タクちゃん、また学校で。おう。遅刻しないようにね。あ、やべえ。沙織さん、一緒に帰らない？ いえ、結構よ。町の案内でもどうかと思ってさ、ゆいちゃんも誘って。用事があるの。そっか、じゃあ明日とか。ずっと忙しいの。あ、沙織さん、ほとんど口聞いてくれないな。うん、どうぞ。失礼します。いや、ゆいちゃん、どうかした？あのですね。ん？お兄さん、お話があって。まあ入りなよ。あ、はい。で、どうしたの？あの、お兄さん、お姉ちゃんのこと嫌わないでください。え？お姉ちゃん本当はあんなんじゃないです。本当はもっと明るくて、本当は優しくて、だから嫌わないでください。うん、わかってるよ。お兄さん大丈夫、きっと沙織さんと仲良くなってみせるから。ありがとうございます。たくみ。うわ、あ、いいね、おはよう。たくみの目覚めがいいなんて、なんかあったの？昨日は早く寝ちゃってさ。沙織さん。え？バイトしてるみたいよ。何の？喫茶店だって。どこの？吾妻湖の方みたい。金銭的に迷惑かけたくないんだって。偉いわね。何時頃終わるのかな？そんなの知らないわよ。そっか。はい、着替え。あ、ありがとう。匠は沙織さんを見習って、少しは自分のこと自分でしなさい。はい。ねえ匠、今日は時間あるし、久々に送ってあげようか。ん？ちょっと匠。あ、うん、そうだね、一緒に行こう。じゃあ車回してくるね。沙織さん。何してるの、あなた。沙織さんを迎えに来たんだよ。そんなこと誰も頼んでないでしょ。俺が迎えに来たかったんだ。お疲れ様でした。沙織さん。どうして？ゆいちゃんに聞いたんだ。今日はいきなりの雨で困ってるんじゃないかと思ってね。そう。嫌いな男と一緒に歩くのは嫌かもしれないけど、風邪でもひいたらゆいちゃん心配するだろうし、家までは我慢してよ。ゆいのためなら。沙織さんって本当にゆいちゃんのことを大事にしてるんだね。当たり前でしょ、たった一人の家族だもの。ゆいちゃんと同じにっていうのは無理かもしれないけど、俺のこともそんな風に思ってもらえる日が来るといいな。それは無理よ、だってあなたはあの人の。親父と何があったか知らないけど、俺は俺だよ。もうすぐクリスマスだね。それがどうかしたの？イブの日デートしてくれないかな。どうして私があなたとデートなんて。デートって言ってもちょっとお茶でも飲んで話してくれるだけでいいんだけど。残念だけどイブもバイトがあるから無理よ。あ、残念に思ってくれるんだ。違うわ、言葉のあやよ。
バイトで遅くなってもいいからさ、駅前で待ち合わせね。私行かないから。沙織さんが来るまで待ってるからね。もう行かないって言ってるのに。たくみ、ねえ起きてよ。たくみ起きなさい。はあ、せっかくのクリスマスイブなのにいつまで寝てるのよ。いいね。今日は私とデートするんだから早く支度しなさい。デートってなんで？なんでってクリスマスイブなのよ。だからなんでミーネとデートなのさ。もう今年こそは匠にあげようって一大決心したのに。クリスマスプレゼント何くれるの？女の子にそんなこと聞かないの。ミーネ、いい加減、女の子って年じゃまたそんなこと言って。匠は私の処女いるの？いらないの？え、処女？やだ、言っちゃった。ミーネ、それってだって匠、最近沙織さんとゆいちゃんのことばっかりで、早く何とかしないと匠を取られちゃいそうだったからね。私の処女あげるから、匠の童貞ちょうだい。本気なの？もしかしてもう誰かとしちゃった？まさか沙織さんと？まさか、あるわけないよ。よかった。匠のこと好きだから匠にしか抱かれたくないし、匠にも私しか抱いてほしくないって思ってたから。好きってミーネが俺のこと？また言っちゃった。クリスマスデートでムードが盛り上がったところで告白して、身も心も結ばれるはずだったのに。人を誘っておいて待たせるなんてどういうつもり？ごめん。やっぱり最初に言った通り来なければよかったわ。でも来てくれたんだ。だって来ない私を待ってあなたが風邪をひいたら、ユイが悲しむもの。そういうことにしておくよ。でも俺は沙織さんが優しいってことを知ってるからだけど来てくれてほっとしたよ。ミーネじゃないけど俺も一大決心してたからね。沙織さん、俺君のこと